5日放送の t b s 系朝のバラエティ番組「ラビット!」では MC 川島明45が出演者にブチギレする一幕があった近藤千尋田村真子アナラビットコンビが天使すぎる写真この日は出演者に関するランキング当てゲームが行われた出演者の中でお酒を飲みに行ったら楽しそうな人は との質問をスタッフにして、その回答の順位を当てることが求められた。出演者は、自分の人気度を客観視しながら、適した順位だと思う位置に着席。川島は、力強く、ファイナルランキング。と問いかけた。クイズ番組、クイズドルミリオネアの、ファイナルアンサー。を意識したものだったが、突然の振りに、出演者は誰一人反応せず、キョトン。ワンテンポ遅れて、 スタジオは失笑に包まれたが、川島は大滑りに赤面。おい、誰か、とかなしげに非難した。その後、2回目のトライで再び川島は、ファイナルランキング。と問いかけ。だが出演者が気もそぞろでグダグダな反応だったため、川島が、合わせろ、合わせろ。恥かかすな、と巻き舌で、ブチぎれた。ラストのチャレンジでも同じコールが行われたが、 出演者は正解しているかが気になりすぎて、まさかの全員が無視スタジオには静寂が流れ、川島がやけくそになってスタジオから退場しようとも。その後、CM 明けに最後のファイナルランキングが行われたが、まさかの4度目も、みんなが集中しておらず、コールが揃わなかった。出演者の1人が土下座して川島に謝罪していた。ネット上では、 このコントのような流れに、川島さんぶち切れ案件 W、全員無反応、最後まで無視される、うまくいかなくて毎回切れる川島さんおもろすぎ、などの好反応が見られた。